これはのとじま。今回はこの先の能登半島の先端に行っています。何これ、今夜のお宿に到着。神社？神社なの？なんかお寺みたい。これ違う、すごいね。あ、渋い。素敵。いい感じのね。はい、どうぞ。好きだしね、どうぞ。やっぱりね、これワインがないかと思ったサザエですよ。朝日が入ってた。朝日が入ってた。そうなんですか。料理にはね、漬物、
バカにした漬物で泣くっていう。あ、そう。はい。あ、そっか。この漬物ですよね。いや、美味しかった。やっぱりね、日本っぽいですよ。韓国行ったら、はい、キムチやる。あ、キムチね。はい。ヨーロッパやアメリカへ行ったらね、あのピクルスやろ。はあ。ね、やっぱりみんなこの家庭で、あれも漬物なんですよ。ですよね、はい。だからみんな母からおばあちゃんからね受け、はい。のどぐろ。だいたい僕底辺 YouTuber だから。よそいって焼き魚定食でのどぐろなんて不可能なんですよ。ですよね。だって2000円だもんね。これだけでも2000円となるんですよ。まあ今日は俺もちょっとね、あのお客さんとも全部話が弾んで嬉しかったから。のどぐろ。全部輪島塗りやこの茶をお湯飲みだけでこれ2万円するよ。え、これ、お湯飲みだけで2万円。え、そうなの。だから湯飲み、ご飯、味噌汁、漬物、はい、全部で小鉢、はい、だいたい8万くらいかかる。マジで。マジで。俺の家は 4代も続いてる輪島塗りの老舗なんで。あ、そうなんですか。俺はあの子供の時朝一長い号記念館。白髪にしようと思って。白髪に。なんだろうおかしい頭やがんな。空にそびえる黒金の城。千円セットみたいな作ってみますか。あ、そう、あります。あります。ちょっと待ってや。
野の市。どこ行こうかな。じゃあ六甲崎灯台行きますね。